五秒前、四、三、二、一、ゼロ。パシャ。パシャ。<laughs> はい、ということで、本当に。髪を切りました、うん。はい。髪を切りました。 私の <laughs>、えー、ずっともう相棒でしたこの子がはいちょっと髪色がもう違いますけどもしかもボサボサになりましたもんこの子もずーっと最近使ってたのでずーっと使ってたのでこの子ボサボサになったんですけどあのー、はい見てくださいあこれは私の毛じゃないですよ <laughs> これは普通にあのー、買ったんですよニーテールのウィッグを 買ってそうこれはだから私の毛じゃないですよこれはそういうやつですほらこれでずっとショールームもだし今までいろんなその切ってからのこうまだ公開前のお仕事は全部あのこれをつけてお仕事をずっとしてましただからお話し会もそうだし YouTube とかもそうだしその他のお仕事とか全部あのはい。 あのー、イコノイで YouTube 生配信した時もだしもう基本的にまあもうずっとはいやってましたねまあ1ヶ月以上かな <laughs> そうだから最近私すっごいポニーテールが多かったと思うんですよなんであのー、こんなにこの子巻き下ろしが好きだったのにポニーテールしてるんだろうって思ってたかもしれないんですけどずーっと、あのー、頑張ってごまかしてきたんですよ 頑張った本当に長かった本当に長くてだから最近ショールーム近かったりしませんでした降ろしてる時は近くでショールームやってたんですよそうでもそれ以外のよく考えてみれば確かに最近アンポにて多いなって思いません <laughs> そうだから最近の私の Twitter を、あのー、メンバーもずっと秘密にしてくれててそうのいみちゃんもね知ってたと思うんですけど何人かは。 もうない子もいちゃんとかも知ってる子はほとんど知ってるのかな多分そうみんなにちょっと口止めをしてましてそうそれで、まあ、手持ち配信も多かったりとかいろいろ混ぜてそのバレないようにあっ行こないフェスの時は何してました行コないフェスの時が最後のほぼ最後の自分だけの日で、そう <laughs> あそう私が切ったのは イコノイフェスの次の日ぐらいに切りました本当にすぐ切ったんですよ実は実は「実はイコノイフェス」の次の日に切りましたまあ MV はあもうちょっとしてからだったんですけど撮ったりしたのは、まあ、いつだったかも忘れちゃったんですけど切ったのは私が「イコノイ そうなんですよ実はカムバしてたんですよ私なんか匂合わせてたじゃないですか最近カムバカムバとかって言ってでも「前髪は」とか言ってでも本当に髪色は別にまあそんなあんま変えてないからそうだからずっと何してました謎解けたそう MV に合わせて今回切ることにして切ったんですよ <laughs> この子と別れこれはもうねでももうずっといろんなところに持ち運んで 毎日バッグに入れてとかいっぱいしてたからもうここもね壊れたんですよしかも花とショールームあったじゃないですか花だん花の時かなそう花の時だ最後最近一番最近あった花とのショールームの日に壊れたんですよここのクリップがバンってやっちゃって壊れちゃってやばいって思ってそう壊れてるのもう今ここでイコタイムを乗り切ってその後自分の1500日配信も乗り切ったんですよこれで ももうねずっと使ってたからマジで毎日のように持ち運んで使ってたからボサボサになっちゃってもうねちょっとあれなんですけどでももう私はこのことはおさらばできるのでようやくこの髪型で配信できるからそう、最近すっごい近いこう、配信が多かったと思うんですけどようやくこんぐらいの長さ長さ距離感に戻れますこれビック <laughs> すか <laughs> そうでもバレてるかなって思って多分ちょっとの方にはワンチャンバレてたんですよけどまあ大々的にこうバレてはもちろんいなかったのでこのまま突き通すぞっていう気持ちでこやっぱせっかくなので、あのー、MV と同時に出したいなって思ってもうずっと我慢してずっとこの子と過ごしててこれはちなみに花があが、のー、教えてくれてここがいいよってでここのウィッグを買ってそうなんですよ ドライヤーとかめっちゃ楽ですよえ気づいてた方いたかなバレてたかなわかんないんですけどでも髪切ったってコメントたまにあったんですよだからバレてるのかなって思ったけどまあでもあんま触れずに行けばいけると思ってはい多分まあまあバレてはいたかもしれないんですけどねそうでもめっちゃ軽くなってすっごい悩んで髪を切ることっていうか MV の話しないといけないのにだから全然 髪切った話しかしかてない <laughs> まあ一旦ねまだ時間あるからそうで髪をの切,る切ろうって思った急に思ってなんか切りたいってずっと思ってたんですよでもでもなんか次の楽曲のコンセプトを聴いた時にその僕くりからの成長した大人になったあの私たちになるっていうことで。 あ、なんかここで切るのいいかもって自分の中で思ったんですね。なんか成長して、うん、なんか今タイミングじゃないってあのなんか楽曲のコンセプト的にすごく思って、そこで結構決断した部分があって、メンバーにすごい相談してて、そうで結構ナギとかミリニアとかにとすごい話してたんですよ。でなんか美容室とかを なんか美容室紹介してもらったりとかミリニアとかになんか一緒にインスタでなんかどのくらいのなんか髪の長さがいいかとか髪色がいいかとかっていうのを一緒にすっごい悩んでくれて一緒に考えてくれてそうメンバーが。で髪を切ったんですよ。髪を切った日にもにあったのがマイカと花だったかなにあって。 もう私やっぱさ2 5ンチ切ってるから久々なんか急に会うのめっちゃ緊張してメンバーにそう緊張したんですけどそうでもすごい最初に2人がマイカと花が会った瞬間にあでも先に渚が渚とミリニゃには写真送ってたのかなずっと相談乗ってもらってたからそうでその後直接会ったのは初めてその日に会って渚と間違えた マイカと花にその日たまたまあったので、そしたら2人がもうめっちゃめっちゃめっちゃ褒めてくれてそう <laughs>。めっちゃ褒めてくれて2人がもうなんかなんかなんかマイカとかもえ。なんかこんな。なんか人にいいとかあんま言ったこと。そんなないけどえ、本当にいいよってめっちゃ褒めてくれたんですよで、それですごい。安心して嬉しくて。なんか自分ではまだ。 なんかか違和感というかもちろん「怪我さんよくこうやってよくこうやってたから全然けがない!」と思って <laughs> もうなんかびっくりしてたんですけど「全然違和感ないよ」って2人がすごい言ってくれてなんかもう安心したんですよ。で次の日にメンバー全員で集まる日があってそうそしたら、ね「アンがおはよう」って言って最初違うところに いたんですよみんな奥の部屋にいたんですけどあんは普通に大きいところにいてそしたらなんかあが来た後にみんながバーって一斉にボーってメンバーが来て「あんが切ったんでしょ」みたいな「見たい」みたいな感じでみんながバーって来てくれてそしたらめっちゃみんなが囲んで私のことをみ,みんな来てくれてそうでみんながすごいめっちゃ褒めてくれたんですよ「いい!」みたいな感じで。そうでもの なぎもそうさっきツイッターに書いてくれてたようにめっちゃなんか毎日のようにその頃ずっと言ってくれた夢があったたびにその日翔子とかもなんか「あんちゃんめっちゃいいよ」とか職人さんとかもすごい言ってくれて,てかメンバーみんながすごく褒めてくれてすごく嬉しくてそうなんか安心しました <laughs> そうみんながバーって走ってきてくれてそう。 <laughs> そう転校生みたい <laughs> そうなんかょ翔子とかそんなにさなんかなんかめっちゃみんなそん,な,な,んかえなんか常に絵かわいいとかすぐ言うタイプじゃないの、まあ、あんとかまあ結構絵かわいいとか言っちゃうけど翔子とかそんなね言わ,言わないんですよそんななんか軽々しく言わないのよでもすごいなんか翔子が「あんちゃんいいよ似合ってるそっちの方が絶対いい」ってめっちゃ言ってくれたんですよそうなんかすごい嬉しくて <laughs> そう。原さん もうすごい切って v か可いかった,、ね可,愛かった MV、可愛かったって連絡くださってすすごい嬉しかったですスタッフさんも皆さんみんないいって言ってくださってそうでもなんかあんまり最初ファンの方に気づかれてないのかと思って MV を公開された時にその「 コメント欄を見たら全然あんのが「髪切った」とか誰も書いてなくて「えみたいな一 <laughs> 人ぐらい「あれもうちょっと書いてくれていいんちゃう?ゃう」って思ったんですよ <laughs>。おこがましい, <laughs> いやなんかもうちょっと気付かれるかなって思ったんですけどあんま全然書かれてなくて「あれあんヌ髪切ったよな」って自分で思ってあんま分からん MV じゃ分からんのかなって思ったんですよ そう全然ねコメント欄に書いてなかったからうん <laughs> みんな全然気づいてなくてえどうしようって思ってもうさずっと頑張って1ヶ月ぐらい1ヶ月以上ぐらいもう秘密に頑張ってきたからちょっと頑張ってバーってやりたかったんですよ。<laughs> なのに全然コメントでなかったからちょっとどうしようって思ってそう全然なんか。 誰にも気づかれててないって思っ思たんですよ <laughs> MV のコメント欄をそう見た時にそうでもなんかさっきさっきというか普通に Twitter にコミをイメチェンしましたって載せたらすごいたくさんコメントくださってみんながあの褒めてくださったので安心しました <laughs> あみんなきちゃんと見てくれたんだって思ってそう <laughs> 嬉しかったです <laughs> ええー 別界隈の方からですか嬉しいありがとうございますそうなぎともラインしてて twitter 無視てくれてもうメンバー優しかったやっぱ最初にメンバーに見てもらったから、うん、メンバーがそうやって言ってくれて本当にみんな全員優しかった本当に本当にで mba ですよね本当にもうめちゃくちゃ素敵な mba で本当に 本当に本当に本当に <laughs> 女の子信用してください <laughs> やめて髪の毛髪の毛ねそうだましちゃってたんですけどずっとごめんなさい本当にごめんなさいでもやっぱちょっとそ,そろそろ MV の話もねしていきたいと思うんですけど今回のミュージックビデオは まあ今回僕らの成功クリスマスからの5回目のクリスマスで「ザ・フィフスということでめっちゃエモいですよね、まあ、昨日のティザーみたいなやつからしてエモいじゃないですか、まあ、正直こう顔はもうなんか顔というか雰囲気がやっぱまだ幼いしみんな若くて子供なんですよまだあの時は学生の物語というか歌だったので制服を着てそうでも今回は。 大人なちょっとクリスマスということで歌詞も本当に大人になっててところどころでところどころあこここうだってここがこうなったんだってつながる部分もあったりとかもうそれがめっちゃエモくて。なんかちょっと ね、なんかクリスマスソングってそんなに昨日も話したけどグループに何曲もあるっていうわけじゃないから「僕らの『性格クリスマス』をこれからも大切にしたいです」って昨日話してたんですけどその大切にしたい楽曲はもう1曲本当は増えてて <laughs> そう昨日の時点ではその次が「ザ・クリスマス」ですというのはまだ言えなかったから普通に「僕らの『性格クリスマス』をあの大事にしたいですよねみたいな話をしてたんですよ昨日は <laughs> そう。なんか言えなかったから。 でも今回はもう今日は言えるのであのねどっちもそうあのー、そう時計あ思い出おじさん <laughs> 今日も来てくださってありがとうございます指 <laughs> 原さんのねテーマ「まだ付き合ってたんかい <laughs>」<laughs> そうそれぞれのこう物語があるというか今回は私のなんか勝手な嬉しかったポイントというか をちょっっと一個言っていいですかえめっちゃほんまに個人的なんですけどあのー、<laughs> え、ほんまに意味わからんこと言っていい意味わからんくないけどなんかあのー、なんだっけこう MV の結構序盤で、まあ、ドラマシーンと、まあ、リップシーンとかダンスシーンとかいろいろあるじゃないですかそれで絶対自分が出てくるって思ってないめっちゃ序盤で私がクリスマスツリー をこううやっっててオーナメントっていうのかな飾り付けをしてなんか楽しそうにこうやってワクワクしながら飾り付けをしてるシーンがなんかめっちゃ急に自分があそこ来るってあそこでなんか使ってもらえるって思ってなかったからあんな序盤にあんな序盤になんか自分があそこで急に自分が来るって思ってなかったから見てる時にめっちゃびっくりしてそうそれがなんか嬉しかった <laughs>。 <laughs> そこにアん出てこさせていただいたんですかと思ってなんか勝手に嬉しくなってましたっていう話 <laughs> <そ>う <laughs> 私たちはちょっと前にみんなでそう全員で見させてもらったんですけどみんなでこうやって固まってちょ、まあ、テレビみたいなやつで。 MV 鑑賞会をねさせていただいたので見てたんですけど今回はそう短い方が好みですかありがとうございますようやく後ろに下がります最近この画角でばっか配信してたんで衣装はですねあの白い方ジャケシャではなく MV で着てる方の白い衣装は 基本的にみんな一緒なんですけど靴とかイヤリングとか髪飾りとネックレスとかは違ってで、ね、あとねでも最近ちょっと最近気づいたんですけどなんかここら辺がちょっとずつ違ちょっと違うんですよ何種類かあるんですよそ,うそこもねちょっと自分たちもなんか誰がどの種類かちょっとあんま分かってないんですけど <laughs> いや竹はね身長のせいだと思う一緒丈は別に 基本的にはそう一緒なんだけどみんなそれ以外は一緒靴とイヤリングとネックレスと髪飾り以外は一緒ですねブーツはそう三人がなんと瞳とサナかな,な,かなそう一人ずつ忍さんとか衣装さんが皆さんがその衣装を着たフィッティングの時に あこの子はこれかなこの子はこれかなってメンバーも「誰、え、々、ー、は絶対足抱いた方がいいよ」とか「誰々はなんか王道のこれっぽいね」とかみんなで言いながらみんなでなんかそう決めていきましたえ本当に真っ白の衣装め,めっちゃ可愛くないですかめっちゃもうもうなんか真っ白って感じなんですよ <laughs> めっちゃ可愛くてそうでも本当に過去一に汚れが目立つ衣装だと思うんですよだからもう私たちもめっちゃ気をつけなきゃいけない 繊細繊細 <laughs>。そうね、ジャケシャジャケシャかなそうどっちも今回手袋があるんですよだからみんなで携帯を触るのに苦労してました <laughs> そうカレーうどんは別にどの衣装でも食べれません <laughs> そう もちろん,なんか衣装を着てご飯を食べる時は何かかけてたり上着かけてたりするんですけどなんか白い衣装だともう上着着てても怖いって思っちゃう <laughs> そうジャケッの衣装はめっちゃ好みで最初なんかジャケットの,の黒とチェックのっぽい感じの衣装もなんか最初ねイラストっぽい感じでなんか見たんですよね画像でそうまだ生地とかではなくイラストみたいなやつが送っていただいてて。 こういうい感じでしてもうそれ見た瞬間にめっちゃタイプでもうなんか私服でなんかちょっと最近は大人の私服になったのであんまり着なくなったけどちょっと昔にゃんが私服で着てそうだねってすごく言われたんですけど本当にあのドタイプでしてテンションも上がりました <laughs> ああいう感じでねリボンついててみたいな色も好きだし全部大好きなんですよねそう お味噌どろけたそでも本当にやっぱ MV って毎回毎回思うんですけど MV もジャケ写も本当にねすご,いすごいたくさんの方が動いてくださっててで特に今回は一人一人のシーンがすごく多かったのでこう全体でのリップシーンとかダンスシーン以外のシーンだとみんな一人ずつじゃないですか。 だから今回全員1人ずつの撮影だったんですよ。そうなのでやっぱなんかその子のために全部用意していただいててだから私のシーンを撮るためだけにあのなんか本屋さんそう本のカフェ本屋さんとカフェ会社になってるところみたいなところをこう作,作るっていうか。 用意していただいてそうでいてろんな装飾とかクリスマスのとかそういうものをそそうそうズルズルとかそういう感じでこう一人一人の場所が設定が今回もあって、まあ、設定とかそういろんなのは多分皆さんのご想像にお任せすると思うんですけど、まあ、リサとかだったらさ車だったりさなんかそれぞれ多分 おうちっぽい感じとろいろあったと思うんですけどお店系のメンバーとかなんかその子のために一人のためにそのシーンを撮るためにセットとかいろんなものを作っていただいたって思ったら本当にやっぱそれってすごいねたくさんの方の力がすごいので本当になんか本当にありがたいなってやっぱ MV1 本作るのにもうね 数分の5分ののとか mv もうめっちゃたくさんの時間をかけてでしかも MV を撮影する前にはなんかロケ地を調査したりとか、まあ、いっぱいいろんなことをそのしていただくんですねいろいろ降板を考えたりとかやっぱそういう,う MV を撮るまでにも時間がたくさんかかるし MV を撮るのも時間かかるしもちろんだからもうなんか。 作品ってすごいなって、やっぱ今回もすごく改めて思ったし。そのもちろん五分間の、中にこう凝縮されてるんだけど。なんかそれを、なんか。じっくりと、なんか楽しんで、見ていただけたらなって思います。一人五分欲しいですか。<laughs> そうね、本当に。 ねえいやマジで映画とかドラマとかそんな感じですよ本当にいやでもさその指原さんの YouTube もそう見たんですけどそう今日更新されてたやつめっちゃねなんか秋元康さんから「イコラブ」っていう名前を出ることもすごくありがたいことだなって思ってそう。 でも秋元さんが褒めていらっしゃる指原さんの歌詞で歌える私たちってめっちゃ幸せだなって思います本当にやっぱり指原さんの作詞のすごさはもう本当に初期からでもこれはイコールラブの時からもうなんかもうすごすぎてなんか本当になんかもう「すごい」っていうのもおこがましいぐらいじゃないですかなんか「すごい」って言ったらなんか上から目線みたいになっちゃうから逆におこがましいんですけど本当に。 そうでもともとあんまりその歌詞とかをそんなにねなんか昔からその音楽に対してなんか歌詞をすごい考えるってあんま聞くっていうのは正直しなかったんですけどなんかあ「あこれ好き」みたいな曲とかいっぱいあったけどでもなんかやっぱ自分たちがその歌うって曲いただいて歌うとかってなって橋原さんからいただく歌詞とかを。 こうもららううようになってか,らなんか歌詞ってすごいんだなっていうのをたくさん思ってそうなんか歌詞のすごさをすごく学んだんですよね「i c o l に入ってでこんなに歌詞を考えたりなんかこの時の歌詞とこの時で成長してるなとか別に今回の楽曲とかだけじゃなくていろんなことでなんか。 ああこここうだからこういう歌詞なんだとか考えることが本当に何かイコラブに入ってようやくやる,やるようになってでもそれは自然にやるようになってなんかそれって指原さんの歌詞が好きでなんか感情移入が自分もできるからなんだなってすごい思ってなんかもうすごいなって思いました <laughs> でもなんかコミカルな部分もあるじゃないですかなんか ねコミカルな部分 <laughs> そうだからそれこそコンビニケーキ冷めたチキンからねバスケットのチキン大きいホールケーキになってるそこはでもちょっとコミカルだけどでもエモさもあってでさねだからうんどっちの衣装がメインうんメインというか なんだろうね、ジャケシャーの衣装と MV 衣装っていう感じで、どっちも大事な衣装です。そう。ストーリー性はね、本当にありますよね。<laughs> 食べ物が成長していく <laughs>。うん本当に奥深いですよね。本当にそう思います。うんだから キアラは大体なんかそういう大人になりました系のなんか大人とかなんか子供から大人のそういう系の歌詞を歌うことが多いよね絶対いつかウェディングソング来るのかなってあでも今回結婚式場さん結婚式場さんお借りしてね多分あの撮影させていただいててでもウォンチュウの時とかもねそうお借りさせていただいたりして。 でもまあ裏話はまあその今オレンジジュース飲んでるメンバーいて可愛かったって言ってて、まあ、あれは美味しい美味しいブドウジュースだった MV 撮影前日にあんなに撮影したとは思えないくらいにみんな素敵でしたよね <laughs> <laughs> そうですね本当にそうですねそうなんですよ皆さんとある MV の前日にとある撮影をね私たちしてたんですよ そうなんですよいやその次の日に MV 撮影ということで、まあ、みんなよく頑張りましたよねはい皆さんそれはまあねちょっと何もまだ言えないんですけど、まあとある撮影もしてました、まあ、いろんなことしてました実はでも最近アンがショールームでなんかなんだろうえ今日 MV みたいな日なかったですよねそんな多分今回そんなにアンだ今日絶対 MV 撮ってるだろうっていうショールーム時間なかったと思うそんなに 楽しみだなーってまあでもこれからさだって今せっかくまだ10枚目が「イコラブ」始まったばっかりだからなんなら今日からさ始まったわけじゃないですかこうやってそうだからこれからはもういっぱいねいろんなきっと情報とかがこうどんどん解禁されるだけじゃないですかきっとだからもう楽しみにしててくださいって感じですよねいろいろとね 髪切ったのも MV 撮影も隠し通して最強じゃんってねえ改めてよく頑張りました私は楽しかったですよでも私はめっちゃ楽しかったその MV 前日もひさちゃんから MV3 日間に分けての撮影と説明あったよ <laughs> そうねそうだから本当に何日私たちはさ自分たちのシーンとか いろいろ休憩もできるけどやっぱスタッフさんってカメラマンさんとかもずっとや,やってくださるわけじゃないですか全員11人分そうなんか本当にありがたいそうなんか私自分の撮影の時とあと佐奈の撮影の時に佐奈のを見てたんですよそうで監督さんの 隣とかで普通に座って見ててそうなんかサナってやっぱそういうなんだろう演技というかでもすごく自然でなんかさなってやっぱ上手だなってねその時すごい思いながら見てたなんかそうだしなんか周りのスタッフさんの動きとかああこうやって準備してくださってるんだなとか <laughs> 自分が撮影してたらやっぱり自分のシーンだとやっぱ自分に集中しないといけないから。 あんまりその周りを見るとかっていうのがもちろん周りを見てもそ,のそっちにやっぱ自分に意識は持たないといけないじゃないですか自分が演者としてその時はいるわけだからそうでも、あのー、サナが撮影している時はもう自分は撮影終わってたのでもうなあ撮影終わってはなかったんだそう終わってなかったんだ <laughs> 終わってなかったけどあのまあほとんど終わってたので、まあ、もう一旦休憩みたいな感じだったんですよ本当にあとちょっと撮りますぐらいだったから。 そ,うそれサ、まあの、ね、見てたんですよだからその時にサナの演芸だったり周りのスタッフさんのいろんなスタッフさんの動きだったりをすごく見てたらなんかやっぱりなんかすごいすごいなって感謝だなってなんか感謝だなっていう言葉しか,なんか出てこないからあれなんですけど <laughs> いや本当になんかそういうところもやっぱ MV の一つだなって思って。 ありがたいなって思っていやもうみんな推しメンですよいやただ普通にもメンバーのメンバーが好きだしメンバーのビジュアルも好きなんですよ <laughs> ただ単に私は <laughs> そうなんです本当にもう本当にみんながかわいくてあんま可愛い可愛いってメンバー同士で言ってるのもどうかなとも思うんですよ正直なんか身内内でねかわいいかわいいって言ってねそう なんですけどでも本当に可愛いから言っちゃうんですよねはいそうなんかあんまさかわいいかわいいって言ってたらさなんかそうやってとりあえず言ってんのかって思われると思うんですけど本気でで思ってるんですよだからもう本当にこのいろんな方のなんだ思いが。 私たちメンバーとかだけじゃなくてもちろん指原さんを筆頭にいろんなスタッフさんとかもちろんメンバーとかそうでファンの方もきっといろんな思いがあるだろうしそんないろんな思いが詰まったこの一個の作品をもう、ね、いろんな方にコラボを知らない方にもこう見ていただけたりたくさんの方にこの曲が届いたら本当にいいなって思いました。 それで、またイコラボを好きになっていただいて、今までの MV とかドキュメンタリーとかいろんなのも見てもっともっとイコラボのことをね、好きになっていただけたら嬉しいなって思いますあ、家族に先に見せようと思ったら見せれたんですけど、見せてないです <laughs> 見せてないな、そういえば。私写真を送ってた。今日は MV 撮影してきたよとかって送ってたんですけどそう。 もう mv は見せてなかった別にそうやっぱね MV とかそういうものって基本的にすごく大事な何だろうな素材というか <laughs> 本当に取り扱いにやっぱ注意しないといけないんですよ <laughs> そういうもんなんですよ <laughs> そうだから <laughs> あでも髪の毛広島でも切ってたんですよそういえばあ広島でも切ってたっていうか広島に帰った時ももう切った状態帰ってたので あのお母さんとかには「ようやく切ってくれたのね髪の毛」って言われましたお母さんとかはなんかあのあん「あなたの身長にはその髪の毛が長すぎる」とか言われてたんですよそうね早く切ってよって言われててうもうちょっと切った方が絶対いいよって言われててであ切って「あそうそう!」って <laughs> 喜ばれました <laughs> そうなので皆さん是非私の広島の動画 もう一度見てみてみください私がこの前載せた広島 Vlog をもう一度見てみてくださいやけに髪の毛ずっと後ろでこうやってやってたりするんですよで近かったりするんですよ画角があとよーく見たらキャッチボールしてるシーンは普通にあのこの髪の毛でキャッチボールしてるんですよはハははッいろいろとやってましたんですよ いいっぱい試行錯誤してきたんです <laughs> 今日今日だからずっと待ってたなんかもうマネージャーさんにも「いつ解禁ですか?い」いつの何時解禁ですかってもう,もう死ぬほど聞いたもう、ね、しつこいぐらい聞いた <laughs> 早く解禁してほしすぎて <laughs> そう、うん、やっと楽になれたうんそう,う、ね、解放されたなんかなんか久々になんかすっごい解放されたそうだからなんか イコナイフェスで自分なんか切るイコナイフェス終わりでもう切る予定だったから決まってたからそのもうイコナイフェスで髪の長さを存分に楽しむぞっていう気持ちでやってた <laughs> そう存分になんかだから巻き下ろしとなんかポニーテールがまあ一番そのやっぱ自分の髪の毛で一番なん,かなんか最後はやっぱポニーテールと。 おろしかなって思って選んだそうイコナイフェスはいや今んとこは伸ばす予定はないんですよねでもしかも一回切ってでまた美容室行ったんですよでもう一回切ったのでそう結構ね最近伸びてきても切ってます やばいよタワーとか読んでいかないとなんですよ。タワーとか全然読んでない。ありがとうございます。ちょっとね、一旦スクショだけして、メモだけして、思い出した、たくさん。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。ルルネージュさん、冬ららさん、テッチさん、ウサさん、タケロ、みんな、チェオタさん、いっぱいありがとうございます。これ、ちょっとタワーの方を誰か、ちょっと。 消えてしまってるので、何人か教えていただけたりしますか教えていただくことは可能ですかちょっとこちらにメモりたいと思いますので 動かない、あ,あ、充電切れた、え、もう無理、あー。<laughs> 紙とペン。よいしょ。<laughs> やばい。誰か。あとは。粗品ゆいさん。赤、黄色。うんーと。 プーティアンあ,あ,あ,あ時間がない時間がないユーマユーマかなありがとう <laughs> ありがとうございますちょっとあすあの明日以降にお礼させてくださいありがとうございますありがとうございます 誕生日てくださってる皆さんもありがとうございます <laughs> 最後に時間をなくす人たくさん皆さん MV 拡散し拡散してみてくださいメンバーそれぞれ可愛い写真みんな載せてるのでみんなのいいねしてみんなのリツイートしてみんなのにリプしてきてください、えー、そして、えー、インスタなどもチェックしてくださいもうあと今から、まあ、YouTube のコメントも,もう見るしみんなからのリプも全部今から読みたいと思います 全部見ますね。ありがとうございます。13から見ます。13がたけろん。12がディッシン。11がテッツさん。10がゆかりん。9がユシさん。8がレグルスさん。7がデッツさん。6がルルネージさん。5がい出おじさん。5位にいる。ありがとうございます。4位がタコピロ。3位がユマくん。2位がサシナユイさん。1位がプーティアン。ありがとうございます。皆さん。ありがとうございます。 たくさんコメントしてくださってありがとうございますまた今日あんまりおしゃべりできてないのでまたおしゃべりしたいと思いますそうでまたサイン会もね明日から始まるのでよろしくお願いしますそれではおやすみとボール弁当箱です今日はちょっとランダムできなかったけどありがとうございましたバイバーいこれからは短いアンナをよろしくね <laughs> ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。じゃけんじゃんけんじゃんけんちょき